皆様こんにちは、韓中国です。アメリカ共和党のミッチ・マコーネル上院総務は1月21日、審議会での初めての演説において、バイデン政権が稼働初日に実施した複数の措置について、間違った方向に動き始めたと結論付けました。マコーネル氏は次のように語りました。バイデン大統領はアメリカに不利なパリ協定に復帰した。 これはアメリカの労働者世帯に深刻な経済的ダメージをもたらす恐ろしい協定であり、中国やロシアが約束を守るという保証はない。実際、中国や協定に署名した他の国々が二酸化炭素の排出量を増やし続けているのに対し、アメリカはすでに二酸化炭素の排出量を減らしている。同協定への復帰はアメリカの雇用機会を減らす一方で、 競争相手国が急成長する。さらにバイデン大統領は、キーストーン XL パイプラインを一方的に中止し、就任初日で労働組合の仕事を含む何千人ものアメリカ人を失業させた。同時に彼は強力な同盟国であるカナダをも失望させた。そしてエネルギー安全保障における我々の進展をリバースさせた。 かつて、オババ時代の国務省も、この計画は気候に害はないと結論づけていた。しかし、環境に配慮するかのような曖昧な理由で、新政権はパイプライン計画を中止し、それに伴う就職機会もなくした。大統領はその政策の中心を、リベラルな象徴主義のために国民の生活を犠牲にするのではなく、 給料の高い雇用を作り出すことに専念できるし、そうすべきだ。上院共和党はすでに準備を整えており、目標を達成するために熱心に支援したいと考えている。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。